富士山ロングライド完走された方、皆さんおめでとうございます。ということで今日は富士山ロングライドでの完走者に配られたこちらのトウモロコシ、を調理していこうと思います。題して、ブライアン荒北の簡単10分クッキングになります。でこちら上と下のヘタをまずカットします。こんな感じになりました。でこれをこのまま電子レンジ500ワットで7分半温めていきます。500ワット、はい、少々お待ちください。
3分半になったら、残り3分半になったら、一度ひっくり返します。熱いのでちょっと軍手をつけます。味付けは、こちらのアルトゥンザルツ、岩塩で味付けですね。こちらのみです。シンプルに、食べたいと思います。はい、それではトウモロコシいただきたいと思います。塩加減の甘みもちょうどいいですね。ちょっと完食したいので後ろ向きます。
はい、富士山ロングライドでいただいたトウモロコシ完食いたしました。ごちそうさまでした。